演習弁が話される旧東東海国にヤラマイカは演習弁の連語の一つ。共通語ではやろうじゃないかという意味である。演習この気質や東東海国の風土を代表する言葉としても知られている。日本語の方言の一つである演習弁はかつての東東海国、後の静岡県の西部を中心に使用されている。ヤラマイカとはこの演習弁の連語の一つであり、 共通語では、やろうじゃないかという意味にあたる。やってやろうじゃないかあるいは、とにかくやってみようといった気概や心情を表している。また、この言葉は、静岡県の西部で暮らす、人々の気質や、西部の風土を表す、代表的な言葉としても知られており、演習っ子の気質を、やらまいか精神や、やらまいか魂などと表現することも多い。 静岡県は7777 77平方キロメートルに及ぶ広大な県域を持ち、かつての東東海国、駿河国、伊豆国の3つの両政国によって構成されている。3カ国の寄り合い所帯であるため、同じ静岡県でも、旧東東海国、旧駿河国、旧伊豆国では、県民性が大きく異なっているとされている。かつての東東海国である、静岡県の西部では、 新しい物事に積極果敢に挑戦する新種の気風が根付いており、起業家精神に富むとされる。これらを表す言葉として、やらまいかが挙げられている。一方、かつての駿河国である静岡県の中部及び東部の一部は新しい物事に対して慎重で保守的な傾向が強いとされる。それを端的に表しているのが、演習のやらまいか。 駿河のやめまいかという言葉である。新しい物事に対して、やらまいかと積極的になるのが演習子、やめまいかと消極的になるのが駿河子というわけである。同様に、浜松のやらまいか、静岡のやめまいかという言い回しもあるが、これは西部を代表する都市である浜松市と中部を代表する都市である静岡市の市民性を比較した言葉であり。 西部のやらマイカ、中部のやめマイカも同様の意味である。ヤマハトラクスの木が創業した日本楽器製造の流れを組むヤマハの本社、河合小市が創業した河合楽器製作所の本社、鈴木道夫が創業した鈴木自動車工業の流れを組む鈴木の本社ヤマハトラクスの木が創業した日本楽器製造から分社化され発足したヤマハ発動機の本社。 豊田佐吉が創業した豊田自動食機製作所から分社化され発足した豊田自動車工業の流れを組む豊田自動車の本社、静岡県の西部では、やらまいか精神と称される挑戦を重んじる気風が根付いており、企業家活動を支援する者も,も多く、他教出身者も受け入れる地域の開放性も備わっていた。これらの風土のもとで企業家や研究者を多く排出してきた。 その結果、静岡県の西部において、音楽産業、輸送用機器産業、光、電子産業といった、様々な分野で、数多くの企業が産声を上げた。ヤラマイカ精神が、企業家に与えた影響についての論考は、ジャーナリストの梶原一名が講師とされる。梶原は、超合理経営の発想をはじめとするヤラマイカ、精神について論じる書籍を多数上司している。 その他にも、経営学者の伊丹隆行や、実業家のヒルマ間照夫による著作をはじめ、経済学者の大田幸次郎の著作などが知られており、地域経済学などの学術研究にて、静岡県西部の企業家活動を論じる際に言及されることが多い。このような背景により、静岡県の西部から多様な企業家が次々と現れた。 その結果、静岡県の西部においては、繊維産業、繊維機械産業、工作機械産業、楽器産業、二輪車産業、四輪車産業、高産業とリーディング産業が次々と没効し、それらが互いに関連し、連鎖的に発展していった。やがて、静岡県の西部は日本を代表する産業集積地の一つとして知られるようになり、 東海工業地域を形成するに至った。やらまいか精神の発露として、静岡県の西部における第一次産業の発展が挙げられることが多い。特に、三方現代地の開拳や魚介類の養殖の発展といったものが代表的な例とされる。岡田佐平次が創設した、東都海国宝特舎の流れを組む第二本法特舎の行動。 岡田良一郎が創業した、官業資金積立組合の流れを組む島田、掛川信用金庫の本店、やらまいか精神の根幹は、経済合理性の追求と独立自尊、自力構成の思想とされている。このような気風が、静岡県の西部に根付いた背景として、経済思想の一つである、法徳思想の影響が指摘されている。静岡県の西部に暮らす人々への影響は大きく、 やらまいか精神と法徳思想を並び称して演習の二大精神と評されることもある。農政家の二宮孫徳が提唱した法徳思想は孫徳の皇帝である岡田良一郎らによって日本全国に伝わり各地に法徳者が結成された。良一郎の父である岡田佐平次は孫徳の弟子であると同時に掛川藩王将屋でもあり、 法徳思想を生かして、休眠救済を図った。その結果、掛川藩をはじめとする、東東海国において、法徳運動は非常に盛んとなり、村々に法徳者が次々と設立され、法徳司法による農村復興運動が積極的に展開された。明治に入ると佐平寺は、各地の法徳者の上位組織として、東東海国宝徳社を設立し、後に、 呂一郎が全国組織である第二本法徳社に移行させた。法徳思想の影響を受け、倹約と実学を重んじるとともに、利他的な気風が形成された。やがて、誠実や勤勉を尊び、働き者を称える風潮が寛容されたと指摘される。法徳思想に触れた結果、静岡県の西部の農家は勤勉性に富んでおり、それが、 明治以降の工業化の基盤となったとされる。また、法徳思想に基づいて、岡田良一郎らが、日本で初めての信用金庫となる、官業資金積立組合を、静岡県佐野郡に設立するなど、地域経済の振興や、産業の発展にも寄与した。法徳思想は、貯蓄を推奨したことから、静岡県の西部では、資本の蓄積が進行し、 官業資金積み立て組合以外にも多くの金融機関が設立された。明治末においては静岡県が日本で最も金融機関の多い都道府県であった。金融機関の発達は創業や事業拡大における資金調達の円滑化をもたらした。このような背景もあって静岡県の西部に企業化を育む土壌が培われていったとされる。 やらまいか精神と法徳思想が、東東海国の起業家に影響を与えた具体例としては、豊田佐吉と鈴木藤三郎が挙げられる。東東海国寺吉軍山口村出身の豊田佐吉は、法徳思想に影響を受けており、法徳の歌う、勤労、分度、水上を参考に、労働、感謝、奉仕を経営理念として掲げていた。また、 東東海国周知軍森町村出身の鈴木、藤三郎は、法徳実業論を提唱しており、法徳思想を経営に応用し事業に傾注することで公正なる企業間競争に対じするよう主張していた。このように、静岡県の西部における実業家らを支えた精神的な支柱となっていった。静岡県の西部にゆかりのある企業においては、やらまいか精神の影響を受けた。 経営理念や企業哲学を制定していることも多い。ホンダ技研工業では、同社発祥の地である浜松市には、チャレンジ精神を尊重する風土があるとした上で、皆で一丸となって、失敗を乗り越えより良いものを作り出す、ヤラマイカ精神は、ホンダイズムとなり、同社に受け継がれているとしている。ヤラマイカは、英語で表記する際は、ローマ字でそのまま、ヤラマイカと表記することが多い。 浜松市役所では、ヤラマイカを、ヤラマイカと表記した上で、レッツギブイト、エイトライと説明している。日本放送協会では、ヤラマイカと表記した上で、レッツギブイト、エイトライウィズアウトフィアリングフェイリアーと説明している。ホンダ技研工業では、ヤラマイカ精神を、ヤラマイカスピリットと表記しており、ヤラマイカについては、ヤラマイカミーンズレッツジャストドゥ do it i A ジャパニーズダイアレクトユーズドインザ浜松リージョンと説明している。やらまいかという言葉を取り上げた書籍や記事など文献は多数存在する。そのため、単にやらまいかという言葉が登場しただけではなく、有意な言及がなされている書籍のみを書記に記載する。ありがとうございます。